お疲れ様です。今日はですね、こちら LJ やっていきますってことで、まあ、新環境になってどんぐらい経ったんだ、 1,2 週間3週間ぐらい経ってね、環境落ち着いてきたんですよ。で、まあ、何が強いかってなった時に何でも言います、はい、ぶっちゃけ何でもいるんですけど、結構ね、施設プラスのやっぱ高回転デッキがね、あのフェニモン加法で帰ってきてるので、まあ、そこに対してやっぱゴルナイがねめっちゃ強いです、はい、ゴルナイ暴れたら、あ、勝ちだなみたいなゲームがやっぱ結構あるので、このエレジャイゴルナイでね、今日はトロ上げしていこうかなと思います。おー、ピザマン来た。え、なんか多分3連続か、なんかマジ直近の動画ほぼ全てに来てるピザですね。はい、エレジャイです。この前昨日も当たりました。しかも俺よりトロが高いので、勝てば何本もらえるんだろう。ちょっと大トロだと思うので勝ちたいと思います。はい、でこの LJ はね、結構いいところがあって、やっぱね、このフェニックスベビドラがいるんですよ。そう、基本的にやっぱこうどっちかでスケとかゴブリンとかこうちょっとね低コストが入ってるような LJ が多いんですけども、このフェニックスベビドラ2体いることによってゴレとか、まあ大砲もあるんでね、ゴレとかラバとか大型系にねめっちゃ戦いやすいんですよね。もともと LJ って大型にすげえ強いと思うんですけど、より強い。あ、相手のこのね防衛ライトはね、卵までね破壊してくるんでね、さあいいライトニングですね。早めにゴルナイだけしばいて、はいって感じかな。まあ、エレジャイ対決ですね。はい、で何がちげえかって感じかな、中身。まあ、タルババが見えてんで、そこは俺とちょっとだけ違うかな。ボンバーがいないとか、フェニックスいるとかは今んとこ一緒っすね。マジで同じすぎてやばいんですけど、マジエレジャイってね本当に出すだけなんですよね。あんま変なこと考えなくていいんですよ。これ綺麗なライトニング来そう。お、帰ってったゴルナイなんかこっちに来たそうにして帰ってったっすね。さあ、まあまあまあ前半なんで、まあでも相手もエレジャイ結構上がってんで怖いっすけど、どうしようかな。フェニックスすごい個人的に大事なんですけどね、エレジャイとかすのに優秀だし。さあサイド変えますか。でも相手はね右、お、来ない、守ってきますね。あ、サイド変えてくるっすね、やっぱ。さあ守りつつ、行っても良さそうだけど行かなくても、お、うわー、それうまいって。いや、うまいプレイヤーマジで、うわ、それがあったねみたいな、結構不意打つね、キング起動してくるんですよ今の。やばいっすね、ダメージ勝ってるものの、え、ライティングミスってる、あっつ。これ結構チャンスですね、大砲が間違いなく回んないんで。どこ、うわー、生まれた。あ、終わったっすね、あいつ。これは終わったよね。よしよし、ピザピザピザ野郎よかったですね。これなんか正確にはでも水星かなんか、はい、月なんか星系のね、そっち系らしいんですけど、まあどう見てもピザなんでね。おいしい、順調というかね、もう同じデッキ対決で相手はベビーがいなかったって感じかな。ベビードラフェニックス大型引きたいね。さあ、ナルさんは遅延スケラっすね。マイティかな、スケキンかは分かんないけど、遅延スケラの民なので、どうしようかな。まあエレシアフェニックスゴルナイね組んで、それでね、ぐしゃーってやっとけば、あの、意外と、あ、このベビドラやばい。マジであの、アホっす。緊急起動されてるっす。できないかな、ギリ。いや、ギリできないと祈るんだけど、できそうだな、非常に。あー、よかったよかった。
されない感じっす。マジで調子乗って真ん中ら辺に出すとね、何でも緊急起動されちゃうんで。いやー、行っちゃった。お、トルネガもある。フェニックスが2回ぐらい頭突きしてくれたら、さあ体当たりかすり傷ですね。で僕がねタレババとか打っとかないんで、スケラの処理が難しいっすね。どうやって処理しようって感じっす。スケキンだったっけ、マイティだったっけ、まだ出てないのか。ああスケキンでしたね。で意外と手で回しにもう先置き逮捕とかしちゃってね、まあ、ベビドラとボンバーの範囲でスケラを頑張ろうかな。さあ相手はめちゃくちゃ守りから来るっすね。さあ暇なんでライト削りしようかな。さあこれ逆サイ警戒っすね、マジ。上の方に行ってくれ。いや入りすぎじゃねっていうぐらい入ってるけど、え、やばいやばい、マジバグってるバグってる、マジ。いや入りすぎなんすよね、やばいっすねこうなるとガチでしょ。スケラ打たれるだけでね、いくら入ってるんだ、3000溶けるって考えたら。でもまだ残ってるんで可能性は全然ありますよね、ゴルナインの暴れとかで。終わりかなあ。さあ墓石ね、墓石スケラがちょっときちかったが、まあ、さっきのピザのおかげでこのいっぱいはね、まあ、14ぐらい得してますから。さあ豆マスターよろしく。でこのエルジェイナーちょっと重いんで、本当にあんま動きたくないですね、序盤とか。よいしょ。さあ、深淵大ローグとかの可能性もあるっすね。深淵大ローグにも、このエリジェイだとね、戦えますね。基本的にエリジェイって、まあ、勝てないんですけど、まあ、ザッピーと施設があるんで、深淵大ローグは。ライトニングとかがね、そんな輝かないっていうのがあるんですけど、まあ、今回の相手はロイかな。スケキン来たし。おー、スケブ、スケキン、ロイか。なかなかハードっすね。ハードだ、どうだけどみたいな。俺にはね金髪ゴルナイちゃんがいるんでね。で最後の方はというか、エリジェイが結構残ってたらトリトンで禁忌されちゃうんで、まあ、そっちにライトが取るねはね徹底しないといけないですね。いや美味しい。なんかうざそうなんでちょっと行っちゃいます。結構渋そうじゃない、ファイボーしかないな。お、めちゃんこ入る、これでかい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 。さあ急いでフェニックスで回収。うースキル使われたら取れねえかな。お、え、豆腐すぎん、やば、え、ちょ待って、ちょ待ってこんな早く諦める。まあでも結構入っちゃったのかダメージ。これでゴリゴリトリトンで守ってフルカウンターとか来たらもうマジで困る。さあさすがに諦めたかな。いやでかいっすね、
なんかこのゴルナイ、ゴルナイですよね、結局なんか。ゴルナイいることでね、ザッピー側も、わー、トルネゴルナイで、剥げるやろっていうもう未来がね、多分よぎったんでしょうね。さあ、OK、OK。結構比較的に簡単、使いやすめのエレジェイだと思ってんな。クエイクのエレジェイとか、スケとか入ってるとね、ちょっと大変ですけど、これなんか、つけるだけみたいな、そんな感じ。さあ、よろしく。結局最後にね、トルネゴルナイで、ぐっちゃぐちゃにしちゃえば、多分何にでも、何にでも勝てる。すごいなんか、悲しい手札っすね、これ。昔はシュバライトニングも通じたんですけどね、手札回しに。音が出ちゃうから。相手は、まあ、ディガート。なんだマジ今の関係何でも許すよね。もうジャイもあるし、ラバもあるし、ホグディガーとかもあんのか、これ。メガゴはそんな脅威ではないが。いや、マジでこれ、ディガースケラー、こんな人いたっすよね。ヤナメザップディガースケラー、これザップ来たらマジ、スケラっすよ。スケラの上ちょっとだけ安からね、僕は。いや、ボス系なんでラバか。はい。全然考えすぎてした、ただの。で、ラバには強いです。はい。ベビードラフェニックスいてエレジェイもいるんで、基本的に低めのドラゴンからのエレジェイ蓋してあげれば、基本的には守れます。ベビーの範囲と、よいしょ、これだけでなんとかなります。はい。でしかもこれ近畿起動できたんで、こっからは僕が有利になるんですよ。でこれ多分ね、ちょうど墓石壊れるんじゃねえかな。いや全然壊れんないや、でもいけるよな、これ間違いなく。間違いなくいけそうなんで。これはね、組んでいって、相手ができることっていうのは、まあ、馬場なら頑張って守るし、違ったらもう、そうっすよね。諦める。ああ、でも馬場だ。でもこれ、ゴルナイ、いや、強。さあさあ、ちょっとね、ダメージ受けちゃったけど、言うて俺の方が与えてるんでね。これも生き毒？まあ、ババ墓石あると、ぶっちゃけ守られちゃう。だからこれで、こっちに行っちゃう。もう攻めさせなければ、ラバーね。このヤナメもね、土地狂いヤーメンです。で、ここで冷静にいかなきゃいけないですね。端前行っても止まっちゃうんで、冷静にね、一旦普通にエリジェ犠牲にします。ライトニング2発です。いや、めっちゃいいとこやん、ほぼ。いや、待って、めっちゃ意味が起きた。ちょっとだけなんか怪しくなってきた。この状況で。いや、ライト回す？いや、重いんですよね、このデッキライトニング。一回マジで、守ります、これ。遅延行為じゃないです。そういう言葉言わないでください。よしよし。マジで守ること大事だから。で、こうなったら、打てるね、ライト。よしよし、よしよしよし。で、回すしかない。なんなら端前ボンバーぐらいで圧を与えて、あと2枚でもあるんですけど、ダリーこれ。それはそれ、ちょっと待って、めんどくせえな。ちょっと待って。
だよ。そんな右側が俺じゃない？だってさ、スケルトンにも行くのか。はい。だからさ、まあ、ラバはね、結構餌っすね。もともと LJ 側の方が相性良くてって感じなんだね。タイクンにもいるし。うい。さあ、よろしくこんなデータばっかだな。さあ、お兄さん。動いておくれ。いやにらめっこはね、まあ、俺は別に悪くないんですけど、まあ、動いてきたっすね。さあスケキンです。いやスケキンちょっと多いな今日。そんなか、何と一緒にしたっけ、全然覚えてない。あーロイだ、このねスケキンロイ。まあここはケツでいい気がするな。さあ多分ですがロイっすね。えトリトンに対しての、まあ、攻めトルネをしたいっすね僕は。かライトニング、どっちがいいんだろうって感じなんで、その呪文の打てるコストだけは残します。まあトルネで良さそうだな。キング起動だけはねされたらあかんな。あー守り方が手堅いっすね。で思ったよりロイ入っちゃったんで、この後のロイは守ります。さすがにトリトンはいると思うんですよこれ。めっちゃ行きたいけどゴルネだけ行っちゃおう。絶対いらなかった。さあ守備は固い。トリトンいないなんてことある？いやーめっちゃ美味しいっすねこの配合。配合も使ったんで、これなんか一旦組んでも良さそうっすね。こっち、あーやばい、ゴルナイ引っ張るのだけはやめてほしい。ゴルナイトルネのさぐっちゃぐちゃしたかっただけなんだよ。いや相手ザッピー引く、さっきからさっきから相手のザッピーめっちゃ低いんだけど。うんまあまあ、あーいいファイブすぎた。お猫マジでかい。まあ取れねえじゃないけど、いやーちょっといいよ、頑張れ。さあフェニックスがいい味出してんな相手。よくやったボンバー、よくやってる。いやこれ勝ったっすね。もう相手突破できないじゃん。男の許容して、負けたかも。頑張れ頑張れ。お、いやいや勝てそう。なんかファイボのヘイムが怪しい。なんかこれでリク、ああ危ない。いや本当はもっとこのねトルネコルネグシャーってできるはずなんですけども、うまくはいかんな。そうこの人見たことあんな、変なスケラ、ちげえかな、変なとか言って。いやマジで変なスケラの人じゃねえかな。宝石
いやー違うな。あ、これはね金ゲロできないんですよ。あーでもいい早めの潜り。マジマイティはここ最近も弱点がねやっぱ禁忌されるっていう。うわーこれ禁忌される。俺も禁忌されるんで、それが嫌だよとフェニックス。あーよかったよかった。危ない。やっぱ最近ねみんな禁忌なんですよね。遅延スケラですね。普通のもうゴリゴリ普通のテンプレスケラでしたね。なんかスケラフリーズのなんかアーチャーみたいな、アーチャーイエナムみたいなすごいデッキを使ってたイメージがあったんですけど、一旦守るか。エグハシマイマイティクルス。さあうんこ落とされて、でちょっとケツエルジェイはねスケラ守れないんでね、やんないことにしようかな。あの暇っすよね。綺麗な形を作りたい。ここは行こう。左サイドフェニックスも残ってて奇襲もね仕掛けにくいと。あゴルナイタワーに行って、マジゴルナイがねタワーに走れば勝ちだしみたいな、ぶっちゃけそんな感じ。いやめっちゃ残ってる、めっちゃ残ってる、マジで。え、ボンバめっちゃいい仕事する。おー鳥もう何やってんだ。え、ボンバめっちゃ頑張ってる。ちょ待って、ボンバあマジで頑張れ。でこれで墓石を頑張っておきたいところに、お兄ちゃん走っちゃってよ。はい、さあまあスケラ打たれるだけやっぱ苦しいっすね。苦しいけどそれまでエリジェイ出さない方がいいかもっすね、マジで。ですということでこちらのねエリジェイ、ゴルナイか、マジゴルナイめっちゃ強いんでね。あとフェニックスもねやっぱそこそこにまだやっぱ強いので、皆さんもねこちら寄ってみてください。